市場通りは、京都市の主要な東西の通りの一つ、平安系の市場王子にあたる。東は、祇園の東王子通八坂神社の石段下から、西は、松尾大社までである。祇園から、松尾大社までの全区間が、主要地方道である、京都市道186号嵐山祇園線となっている。市場通り東端の祇園石段下から、 右京区の三菱自動車京都工場付近は4、車線道路となっており、そこから西側は2車線道路になる。祇園から市場からスま,まで市場河原町交差点を中心に京都最大の繁華街を形成している。市場室町が保護の辻と呼ばれて下行の中心とみなされるなど、古くから主要な通りとして京都の東西の中心軸である。 通行量が多いため、たびたび渋滞が発生するが、祇園祭りの山ぼこが立つ期間はその部分が一車線、規制となりさらに渋滞が激しくなる傾向がある。ちなみに山ぼこ巡行が行われる、市場唐島交差点市場河原町交差点間の信号機は、山ぼこの接触を防ぐために容易に折り曲げができる構造となっている。市場通りの多くの場所からは、 通りの先の東に東山、反対方向の西に松尾山と両端に緑の山が見えどこにいても盆地を感じさせる京都らしい風景を見ることができる。市場河原町から西大子市場にかけては地下を阪急京都本線が走る。明治末期から大正初期にかけての京都市三大事業によって東大寺通りから大宮通まで、 その後の対象昭和初期の都市計画事業によって、西は西、王子通までが拡幅され、京都市電が伏設された。2007年に京都市は川端通からカラスマ通までにおいて、マイカーを禁止し、公共交通機関だけが走れるトランジットモールとする構想を発表した。実際の規制を試す社会実験が同年10月中旬に行われた。2012年、 市の都市計画審議会で、川端通からカラスマ通間は歩道を拡張し、車道を片側2車線から1車線に減少させることを決定した。これは、市場繁栄会商店街振興組合が京都市に予防し、京都市がこの案に乗った形である。市では、この市場通りの車線減少を中心とした、歩く町京都事業を推進しており、29億円の 掃除業費を計上している。なお、今回の車線現象の恩恵を受けない、市場繁栄会以外の周辺地域からは、反対意見が出されているほか、市場繁栄会が、昭和時代に、阪急が大宮から、河原町駅まで、延伸工事を行った際、カラスマ河原町間の地下商店街設置に対して、反対していた一方で、後になって、地上の人通りが多くなったことを理由に、 歩道の拡幅をしに働きかけるのはマッチポンプではないかとの意見もある。2014年暮れから一車線化への縮小工事が始まったが京都市の予想が外れ大きな渋滞がたびたび発生するようになり市営バスの利用者や市民らから市に苦情が寄せられている。東大寺通りからカラスマ通までは路上喫煙等禁止区域である。ありがとうございます。